ジョン・スミスは、イングランドの初期のバプテスト教会の牧師であり、信教の自由の原理原則の擁護者の一人であった。キリスト教師の歴史家たちは、ジョン・スミスをバプテスト派の創始者とみなしている。なお名前の表記は、ジョン・スマイスとされる場合も多い。スミスは1570年頃に、イングランド東部のリンカンシャーで生まれ、ゲインズバラにある地元のグラマースクールで教育を受けた。スミスは、 ケンブリッジ大学を卒業後、助手として進学や哲学を教える傍ら、1594年に聖公会の母体であるイングランド国教会の司祭に除任された。彼は1600年から1602年頃にかけて、林間で選挙活動を行っている。しかし彼はやがて分離派の影響を受けるようになり、イングランド国教会を批判し始めたために辞任に追い込まれることとなった。 辞任の数年後、スミスは1606年頃から非合法の分離派協会の牧師となったが、イングランド国内での分離派への弾圧が激しさを増してくると、1608年、スミスとその支持者たちは信仰の自由を求めて、オランダのアムステルダムに渡った。彼らはアムステルダムにおいて、メノナイトウォーターランド派協会のシントヤン・ムンターのサポートを受け、 聖書に基づく信仰生活を始めた。そして、スミスは、間もなくして、聖書の記述をもとに、幼児宣令が、聖書の教えに反するものであるという確信に至り、彼は支持者たちにその考えを伝えると、分離派協会としてのスミスの教会を一度解散する、ことにした。またスミスたちは、ちょうどこの頃、オランダで盛んに行われていた、 ヤーコブス・アルミニウスとフランシス・ゴマールとの論争に接したとされ、スミスたちがアルミニウス主義やレモンストラント派の思想に近づくきっかけとなったと考えられている。そしてこのきっかけが後に発生するジェネラルワープテストの進学的立ち位置を決めることとなった。スミスは教会の解散後も聖書の研究を進めた。そしてスミスは 教会の初期に存在したバプテスマのあるべき姿について現在それは失われてしまっておりその歴史的継承性も存在しないという結論に至った。しかしスミスはこの結論に至ってもまだ方策はあると考え直し主の名のもとに正しいバプテスマを行って数名が新たに集まりえすれば新たな教会を作ることができるのではないかとも信じるようになった。 そこでスミスは手始めに、まず自分自身に、信仰者のバプテスマを行った。ただし、このスミスが行ったバプテスマは、額に水を垂らして行う、雫れとも異なり、また後に、バプテスト教会で一般化する、バプテスマ形式でもなく、冠水礼という、頭に水を振りかける儀式であった。なお、 スミスが自らに洗礼を行ったことを指してセルフ洗礼と称することもある。こうしてスミスは続けて支持者たちにも洗礼を行い、1609年、スミスは支持者たちと共に史上初のバプテスト教会を創設した。スミスはイングランド国教会から分離してもなお国教会から受け継いだ信仰の遺産を厳密に順序立てた。スミスは バプテスマの核心を1609年の時点では持っていたが、やがて彼はバプテスマを行ったことを後悔し、自らのスタンスをすべて放棄してしまう。聖書に基づく正しい教会は、スミスと神徒たちがオランダに逃避した際に世話になった、メノナイトウォーターランド派教会なのであって、スミスが自分自身や神徒たちにバプテスマを授けたのは大きな間違いであったという主張を、 彼はし始めるに至った。そして1610年、スミスはバプテスト教会を分裂させてしまい、スミスと一部の信徒たちのグループは希望通りメノナイト協会に吸収合併された。この事件をきっかけに、バプテスト教会内で、スミスのグループとトマス・ヘルーイスの率いるグループとの間に分裂が引き起こされ、トマス・ヘルーイスに従ったグループは、その後、ジェネラル・バプテストとして、 バプテスト教会を発展させていくことになった。以下、日本語の情報、参考、ありがとうございます。